犬用のおやつがないのならご主人のお菓子をくださればよろしいのに。誤解せず聞いてください。マリー・アントワネットのかの有名なセリフ、パンがなければお菓子を食べればよろしいのに。あまりに世間知らずで傲慢な言葉ですが、これは後の人の創作であり誤解なのです。なぜなら当時パンの原料の小麦粉よりお菓子の原料はより安い小麦粉ブリオッシュを使っていたのです。そうだったんだ。そういやペットのおやつの方が人のお菓子より全然高かったりするよね。そういうことですご主人。なのでお菓子をよこせばよろしいのに。てかなんで上から言ってんだ。ちょっと待って、人と会ってきたって一体誰と。正確には人ではないと言ってました。自分は年に一度子供たちの元を訪れる存在なのだと。それとご主人がいい子かどうか尋ねておられました。まさかそれってハルさん生ハゲに会ってきたのか。ご主人からの伝言です。自分はいい子ですので絶対に来んな、だそうです。ではプレゼントは君から渡してもらおう。君のご主人は何を欲しがっているかわかるかね。はい、以前より骨付きジャーキーが欲しいと言ってました。ジュル。本当に